パパです。キキンタマタマおやりジェジェタカハイヤー。はい、今日はみんな気になってると思うホストのアフター事情。イエーイ。ホストに、まあ、行ったことある子とか行ったことない子とかおると思うけど、そこみんな気になるね。どんなアフターするか。確かそれを今回検証していきたいと思う。ちなみにタコエはどんなアフターする？セグウェイ全自動ってことで、はい。でね、今回ね、はい、誰のアフターを見るかとみんなお待ちかね。年がら年中発情期ランランくん。あいつはみんな知ってる通りホテルが大好き。ホテルに今宵も行くんやと思う。後ろから推薦して現場を抑えたいと思います。バカバカ、はいはい。じゃあ行こうか。もう3、2、1、4! 今エレベーターでね、こう降りていってるから、ランランが。よっしゃ。ホテル街行くの嫌やな。え、行ったことあるっす？ないって言ったら嘘になるね。何でも教えた頃、俺、新人の時はね。ああ。僕の姫たち、大丈夫よ、僕は。よっしゃ。行くよ。はーい。よしよし。何言ってんだろう。あれ持ってください。ご乗車ありがとうございます。アフター大事だからね。アフターはね。なんかそわそわしてません？中でめっちゃそわそわしてるんですけど。いつも服脱いでんじゃん。大丈夫？ちょっとお酒抜けがちだったもんなんですけど。ああ。どこまで行くのか。タクシー乗るってことはそうどうやって？俺らはね、ホストの闇をねお届けしたいからね。そうですね。裏側をね。繁華街の中に入っていきましたね。意外となんか飲みに行くとかじゃん。それはないやろ。バーとか行ったりとか、うん、お酒飲みとったからね。めっちゃ前に来るやん。すいませんね。いや、まだ分からんからね。エッチなところしか想像できないんですけど、年がら年中発情期にあんあんかもしれないです。あんいつもやったらね、一人ずつおるけど、ただ一応ね、この店社長やから、はい、怒りそうやん、こういう動画撮ったら。あー、絶対怒るっす。今、新店舗開発のね、多分沖縄行ってるし、チャンスは今しかないと。うわ、うっそやろ。1個前に託されてもらった。やばい。上を飛び越えろ。飛び越えろ。テンさん、これって、あの、なんか飛ばないですよね。飛ばないよって言われてる。繁華街が抜けました、繁華街。全然何もないところに来たな。どこ行くんやろ、マジで。あー。やってる。これはホテル街ですね、基本的に。一旦この辺で降りるとかないんやな。お決まりのとこあるんかな。はい、どうもありがとう。ちょっと1000円です。よかったよかった。いいんですか？ありがとうございます。はい、いつもの部屋って。いつもの部屋？もう僕そこ住んでるみたいな。住んでる？言ったらここに帰ってくるの？いつもそうですね。え、家？もう家みたいな感じやから。女の子は？女の子は、まあ、毎回ちゃうんですけど。気持ち悪い。気持ち悪い。いいっすか？ちょっともう時間やばいんで。まあもう行きますね。いやいやいや。皆さん、これがアフターです。